長野県道二十三号松本停車場線は、長野県松本市を通る県道である。JR 市野の遺線の松本駅前交差点から深市二丁目交差点へ、至るが国道百四十三号と全線重複するため、実延長零キロメートルで単独区間がない県道である。松本駅前から、あがたの森公園までは、駅前通り、マルシェ通り、あがたの森通りと通称され、 その一部となっている。片側2車線で全長1 6トル両脇には街路樹が植えられ、歩行者と自転車を分離した自転車通行が可能な歩道を備える。自転車通路を放置自転車によって占有されているため、一部区域を自転車整理区域指定し、定期的な撤去を行い、歩道の確保を図っている。かつては松本駅前から、 路面電車が走っていたため、古くからの住民の間では、電車通りという通称も残る。西から松本市民芸術館、松本市美術館を経由し、あがたの森公園へ至る。沿道には、コンビニ等を含め各種商店が並び、松本駅前の顔として、賑わいを見せている。また、以前は、美しが原の大ヶ花が通りの正面に臨めたが、 現在は高い建物が増えたためわずかに顔を出す程度しか望めない。松本駅深市2丁目交差点松本駅前交差点付近。ありがとうございます。